住吉は神戸市東灘区にある本住吉神社を中心とした門前町であり、阪神館屈指の高級住宅地として知られる。旧、住吉村域にほぼ重なる。現行町名では、神戸市東灘区内は、渦森台、八月原、住吉台、住吉山手、住吉本町、住吉宮町、住吉東町、住吉南町、 住吉浜城に相当し、神戸市灘区内は、六甲山町技五階山、道和座西谷山に相当する。宇内郡にあるため、古くは、宇内住吉とも呼ばれ、俗に、宇ばら住吉とも転化した。東に、松林の茂る住吉川の自然堤防、南に、大阪湾、北に、六甲山地とその中腹大地という地勢は、近代的な住宅地としての好条件であった。 住吉川沿いや山の手には、谷崎潤一郎の衣装案や、野村邸、住友邸、久原邸、あたけ邸といった豪華な住宅が立ち並んだ。しかし、昭和13年の阪神大水害や、第二次世界大戦の空襲で荒廃し、跡地はマンションとなり、戦前の住宅地であった赤塚山やその北の渦森は開かれて、高層アパート群となり、海岸は埋め立てられて、 工業地となり、以前とは姿を変えてしまった。昭和21年の住吉村域及び各区の区分住吉では、現行の行政上の町名とは別に、山田、空、西、茶屋、暮れた、吉田、住之という江戸時代からの伝統的な七つの地区名が祭祀寺に用いられる。これに観音林と半高林を加えたものが、村政時代の区である。 山田住吉山手以北。中世以降に開拓された枝里。住吉川の戦場地に広がり、かつては、のどかな農村だった。観音どこにも属さなかった自然堤防上に、不合羅が住み始めたため追加された区。あざ観音林単独で一校なし、人口も少ないため自治会もない。地名は、天文年観総圏の観音堂の跡があったことに、ちなむ。空、 住吉本町三丁目前域と1.2丁目の北部。町僧大時代は空の町と呼んだ。西、住吉本町二丁目南部。町僧大時代は西の町と呼んだ。寺小屋のあった阿弥陀寺を有する。茶屋住吉宮町6.7丁目及び五丁目西部。西の西国街道からの玄関口本住吉神社もこの地区。 くれた住吉南町全域及び住吉宮町一丁目南部五丁目東部江戸時代に開墾された沿岸の神殿三影里に属する酒造地帯吉田住吉東町四点五丁目及び三丁目北東部と住吉宮町三丁目と住吉本町一丁目南部公家の吉田篠房の産卵が陰遁�したと伝えられる街道上の細長い宿場町で 地理的にも中心部にあたる。住吉宮町2丁目及び1丁目北部と住吉東町3丁目東南部。以前は中区町総大時代は中の町と言い,い、後期2600年を記念して住江と解消された。東部女塚の北に寄り添って形成された。住吉水平社が結成されブラク解放運動が行われた。 タンタカバヤシコリの住む物騒な昼なを暗い鬱そうと、茂る松林だったところに富豪が住み始めたため、吉田と住の江の境界がはっきりしなかったこともあり、自然堤防上を丸ごと反抗区とした。あざ、タンタカバヤシ単独で一行なし、人口も少ないので、自治会もない。反抗とは、収穫が少なくて、国高がつけられないこと。博物館、編集遺跡。 編集行楽地、編集鉄道、編集道路、編集有料道路、編集主な一般道、編集。ありがとうございます。